アパッチローラーは Java ベースでマルチブログマルチユーザー機能を兼ね備えたオープンソースブログサーバーソフトアパッチプロダクトの一つデイブ・ジョンソンが2002年に雑誌記事のために書いたツールであるが freeroler.net l, l、e、におけるポピュラーなものとなり後に3マイクロシステムズの従業員ブログや IBM ディベラパーワックスブロックスに採用された2005年には アパッチインキュベータとして採択された。3.1以降インキュベータを卒業、アパッチソフトウェアファンデーションの公式プロジェクトとなっている。なお、デーブは2019年現在クラウドビスに所属している。インストールガイドの前提環境は Java SE5、アパッチトムキャット5.5以降、またはサンウェブサーバー7.0、またはプロジェクトクラスフィッシュ2.0マスコール。 または、アパッチダービーであるのだが、Java サーブレットソフトウェアの性格上、動作環境は、懐が深い側面を持つ。4.0より、プロジェクトクラスフィッシュを用いる場合、同ソフトのアップデートツールを用いることで、インストールが極めて容易に可能となった。動的にページを生成するので、サイト再構築の必要がない。テンプレートがあらかじめいくつか用意されているが、 カスタマイズやオリジナルのテンプレートを用意することもできる。テンプレートは HTML と独自マクロで構成されている。エディタは添付のものもあるが JSP を知っていれば独自に作成できる。内部的に UTF-8 を採用しているため国際化対応もしておりローカライズも容易にできる。現バージョンで一部機能にかかる部分を除いてほぼ 日本語表示がなされるようになった。代表的なブログソフトウェアの中でもローラー独特の機能としてがある。さらに3.1では以下の機能が追加された。また、現行版ではロードアップサポートも入っている。2009年10月にリリースされた5.0では以下の機能が追加された。基本的に 英語サイトであるが、公式を含めいくつかのサイトでは日本語のドキュメントもある。ありがとうございます。